はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、宅建は難しいのかどうなのかについて解説したいと思います。もう先に結論から言いますと、宅建の内容自体は難しいです。初めて勉強された方、おそらく内容難しいなって思ったんじゃないでしょうか。ただ、宅建に合格することは難しくないんですね。だいたい宅建の合格率っていうのは毎年 15% から18% の間です。まあ、つまり100人いたら、まあ、15人から17人が合格して、残り80人ちょっとが落ちちゃうっていう計算になっちゃうんですけれども、実際この落ちてしまう8割以上の方っていうのは、まあ、勉強の仕方を間違えているがゆえに、落ちてしまってるんですね。なので、正しい勉強の仕方を行っていけば、合格するのはそれほど難しくありません。で、今回はその勉強の仕方についてお伝えをするのではなくて、ちょっと違った角度からお伝えしていこうと思います。それは何かというと、まず、一番最初にお伝えした通り、内容、宅建の内容自体難しいよってお伝えしたんですけども、これをちょっと噛み砕いてお伝えをすると、宅建の内容っていうのは、もう基本法律なんですね。なので、その法律自体が難しいというのが一つ目。で、もう一つが、問題文自体が難しい。これが二つ目です。で、法律っていうのはまあ、ルールって考えていただいたら大丈夫です。つまり、例えば過去問集をやっているのであれば、過去問集の解説ですね。こちらに載っている内容が基本的には、この法律の内容になってきます。で、通常、法律の条文をそのまま書いてあるというよりも、ちょっと噛み砕いて、書いてあります。なので、通常の条文よりも、まあ、わかりやすく書いてあるんですね。ただ、それでもやはり難しいんですよ。で、その理由っていうのは、法律用語っていうものに慣れていないからなんですね。例えば、差害行為だったりとか、義務をだったりとか、まあ、善意、悪意もそうですし、供託状とかもそうですね。意外と知らない言葉、知らない単語っていうものがただ出てきます。そういったものが問題文に入れられていると、結局これ何を言ってるのかわからないってなったりするんですね。あと、引っ掛け問題が多いんです。宅建試験の問題、もう引っ掛け問題ばっかりと言っても過言ではないぐらい引っ掛け問題が多いんですね。で、それはなぜかというと、宅建試験自体落とす試験なんですよ。受かってもらうための試験ではないんですね。合格率が 15% から 18% の間ぐらいを考えていただければ、受験している皆さんに受かってもらうための試験ではないということがわかると思います。落とす試験なんですね。落とすためには、やはり引っ掛け問題を作って、ちゃんと頭に入っているのか、法律の内容が分かっているのかを確認するための問題、試験にしないと落とせないじゃないですか。誰でも解けるような試験だったら落とせないので、なので問題文自体比較的難しくしたりしております。そして落ちている人の特徴の一つとして、質問されていないことまで考えてしまう、こういう特徴があるんですね。これすごく重要な内容なんです。どういうことかというと、例えば問題文で、まあ私が A さんだと仮定します。A さんが自己所有の土地を B さんと C さんに売却しました。まあこういった問題があったとします。その場合、不動産一つしかないのに、二人の人に売却することってできるのだろうかって考えちゃう人がいるんですね。でもこれって質問されてないんですよ。問題文の前提としてそういった事例がありましたという話なんです。なのでこれはそういうことがあったんだってことをもう前提に問題を解いていかなきゃいけないんですよ。ここで一つの不動産を二人の人に売却することってできるんだろうかって考えてしまうと全然勉強が進まなくなります。で、実際宅建試験の問題っていうのはあまり実際にはないような事例が多いんですよ。今言った一つの不動産を二人に売却する。まあ二人の人と売買契約を締結するって普通に考えたらないじゃないですか。ないけれども、そういった問題こそ試験で出てくるんですね。で、その理由っていうのは、普段皆様が触れているような事例というものを問題で出したら、誰でも感覚で答えられてしまうからなんです。そうすると、落とすことできないじゃないですか。みんな得点してしまうわけだから。そうするとみんな高得点になっちゃう。でそうすると落とす試験の意味がないですよね。だから問題文を難しくしたり、また実際にはないような事例を問題にしたりするわけです。
なので問題文で出てくる事例について、そんなのあり得るんだろうかって考えないようにして、まあそういうものなのかってことを受け入れながら、まあそういうこともあるんだろうな、まあそういうことがあった場合の問題なんだなと、このように捉えていただきたいんですね。これができないといつまで経っても宅建は難しいってずっと思い続けて勉強が進まないです。なのでその点はぜひ注意してください。なので逆を言ったら、合格していく人っていうのは、今言ったようなこの問題文の状況は疑わない、つまり A さんが B さんと C さんに売却したというのであれば、あ、まあそういう状況があったんだなと、そういう状況を受け入れてルールに基づいて答えを導くってことをやってほしいんですね。一応不動産を2人の人に売却しましたと言った場合、先に登記をした方がその土地は自分のもんですよって主張することができるんですね。つまり A さんが B さんに売却しました、その後 C さんに売却しました、で先に C さんが登記をした、登記をするっていうのは、まあ、国の機関で法務局っていうところがあるんですけれども、その法務局に所有者は私ですよって登録すること、これ登記なんですね。なので今の具体例で言うと、 C さんが先に登記をしました、法務局に登録をしたと、自分が所有者ですよって登録したというのであれば、 B さんは先に売買契約を締結していたとしても、この人負けちゃうんですよ。私が売却した不動産というのはこっちの C さん、先に登記をした C さんのものになっちゃうというのがルールなんですね。なのでそのルールに基づいて答えを導けば OK ということです。で今登記という言葉を使ったんですけども、登記というのも法律用語です。で法律用語出てきたら、これは調べて自分なりに分かるようにしておきましょう。完璧に法律用語を理解しなくても大丈夫です。ある程度自分なりに噛み砕いて分かるようにしておけば OK です。いろいろ調べると分かりやすい内容が出てくると思いますので、その分かりやすい内容を頭に入れていくのがいいと思います。まあ、このようにやっていけば宅建の問題解けるようになってくるんですね。で大体50点満点中40点取れれば合格なんですよ。満点取る必要はないんですね。なので40点ぐらいを目指して勉強を進めていくのがいいと思います。なので分からない問題が出てきたら、まあ、気にせず飛ばして、分かるものから先に頭に入れていく、これをぜひですね、日頃の勉強で実践していただければと思います。今回お伝えした一番重要なところはここです。質問されていないことまで考えないこと。問題文の状況がこういう状況なんですよって言われているのであれば、もうその状況は疑わずに、あ、もうそういう状況もあるんだな、そういう状況だった場合法律ではどうなっているのか、ルールではどうなっているのか、ここを頭に入れて答えを導く、これを日頃からぜひ行っていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。無理なく無駄なく効率的に合格するために、あなたに理解学習を実践していただきます。宅建試験は丸暗記学習だといつまで経っても合格できません。まあ、今回は丸暗記学習だったり理解学習のことをお伝えしていないんですけれども、単にテキストを丸暗記だったり過去問集の解説を丸暗記する、そういった勉強をしていたら予備校を通っていても通信講座を通っていても合格することは難しいです。理解すべきところを理解する、これが宅建合格の秘訣です。もしあなた自身勉強していて理解するの難しいなって思われているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導であれば次の試験であなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。で個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。